さあ木曜日の朝は浅草橋法律事務所の高田弁護士が話題の法律問題と皆さんのお悩みをぶった切る番組となっています本日も高田弁護士ですよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますさあ3月は5回木曜日があるんですけれども先週今週来週とお便りのご相談ということでご回答いただいております今週もよろしくお願いいたしますはい では今週のお便りお悩みですさあ結婚している方ならば一度は経験があるかもしれませんね浮気の問題でございますはい私もございます え夫が浮気をしておりますということで断定で先生来ましたね学生の時からの交際でそのまま結婚して3年になりますが子供はいません半年前くらいから帰りが遅くなることが多く私も仕事をしているので休みはお互い月に数回しか会わず休みが合う時は必ず一緒に旅行や買い物に出かけていましたですが。 半年前くらいから徐々に休みの日の前日は必ずと言っていいほど飲みに出かけそのまま朝帰りして2人のの休みの日も用事があると言っっててて出かけてしまっていまいす不安に思って携帯を見ようとしてもロックがかかっていて見られないトイレやお風呂場にも持っていくようになってちょっと怪しいと思いました。 これパターーン的にあるケースですねえ先日寝ていると携帯の画面をそのままにして寝てしまっていたのでチャンスだと思って、まあ、覗いてしまったということなんですねで結論から言いますと「彼は美容師で休みは定休日があるのでその女性と同じだというその女性が浮かび上がってきた」ということでえ仕事場の後輩の女の人でした。内容は彼氏彼氏女のの会会話話同然の会話で 私と別れて一緒に暮らそうとか遺写料を取られないようにじわじわ別れに持っていくなど今後のプランまでそのやり取りをしていたというのが画面で分かってしまった私は怒りがこみ上げてその場で問い立たそうと思いましたが冷静になり今後もし別れたとしても証拠があれば遺写料ももらえると思い思いとどまりました もし離婚という流れになった時証拠として何が必要なのかまたこの程度の内容ではよくある普通の不倫として多くの慰謝料は取れませんかというふうに来ておりますすそうですねあのよく夫婦ではありがちな内容になるかと思うんですが慰謝 <laughs> 料を請求する際に決め手としては。 やはりその夫婦の関係をどれぐらい壊しているかというのがわかりやすく、まあ、なると要件になるんですね。はい、で、えー、どれぐらい壊していたかということになると、まあ、こういう男女問題の場合、はい、低層権つまりご夫婦の問題だとご夫婦以外の方とそういう体の関係がを結んではいけないと、はい、それをいかに侵害したかというのが問題になります。はい で今の LINE のやり取りで、まあ、具体的にちょっと内容まではお書きいただいていないので、はい、詳細はわからないんですが、はい、単にこうお付き合いをしていって、はいでまあ、徐々にじゃあ離婚の方に持っていくという、うん、これだけだと先ほど言った体の関係があるかどうかまでがわからないので慰謝料は発生するとしてもなかなか高額の慰謝料を狙うのは難しいのかなというふうには思います。ただ あの期間がもう半年前くらいからということですので、はい、まあ期間だけでその体の関係はないとしてもやはりそれなりの慰謝料を見込むことはできるのかなと思います、ね、はい、これは女性の奥様の方が離婚申し立てをしたらちょっとお金のことは問題別にしといてしっかり通る離婚できる事案ですか 例えば旦那さんがあくまで争った場合に、はい、え裁判で一方的に離婚させるということが裁判でもできるんですけれども、はい、その裁判で離婚させることができる理由というのは実は法律上限られていて、はい、それが不貞行為ということになるんですね。で不貞行為とは何かといえばあ夫婦以外の方と性行為をするということになりますので今回のご相談限りでいくとそういう証拠がないと。 ちょっと難しい可能性はあります<ー>いわゆる不適切な関係という程度にとどまる可能性もあるのかなと思いますねああのこの会話のやところが、えーまあ、とにかく一者で取られないように別れに持ってった方がいいわよというそういう会話だけで昨日の夜はすごく、うん。 だっていうちょっと朝の番組なんですが <laughs>、はい、ただあのシビアにね法律的な問題としてそのようなことが読み取れるような内容であったらまた別なんですおっしゃる通りですねあの、うん、最近はラインという気軽に会話ができるツールができてしまったせいで、えーはい、気軽にそういう内容をいろいろ喋っていただけるということからすると、はい その今おっしゃったように LINE の交換の内容が、まあ、体の関係をにわせるようなもの、はい、それがもう多数あるような場合だとお、まあ、証拠としてはかなり十分な価値があるものになろうかなと思いますね。うん、ということは現状では匿名、えー、さんとお呼びさせていただきますがこの見ただけの LINE のやり取りだけではご希望の形は取れない。 えとまあ、例えば調停を起こした際に、はい、この LINE を何らかの形で保存をしてそれを出せばですねあの不利な状態になるのは間違いないですで、まあ、不適切な関係であっても慰謝料が発生しないわけではありませんから、はい、それを求めるということはできるのかなと思いますね、はい、あと夫婦間なんですが奥さんが LINE を見てしまったということに関しては何ら問題はないんですか 一応あの何て言うんでしょうこうプライベートを明かすというのは夫婦間でもやはりプライバシーがありますんで問題にはなりますけれども多くの場合それ以上の問題がありますのであんまそれだけが取り立てて問題になることは少ないですね。まあ、あの世の中の男性は特に浮気をしている人は「お前見ただろう」ということで責めますけれどもそれ以上に大きい問題が控えてますので。 あまりそれが特段問題になるということはそうないと考えてよろしいんじゃないかなと思います 2>,、うんはい、あの2月にも一つ勉強になりましたよねあのテープ保存をするとかっていうのは刑事事件と民事事件とでは適用が違うということで民事関係はあの証拠になるよっていうふうに教えていただきましたよねそうですねはい。先生もう一つですねこの中で奥さんから離婚を言い出さないで 旦那さんから離婚を言い出すのを待っていた方が有利ということはそうですねあの、まあ、ご主人は多分この LINE のやり取りを見るかぎり、まあ、あ新たな女性との生活を始めたいというふうに考えているようですけれども、はいまあ、あくまでその離婚というのはあ意思が合致していなければいけない。はい、一方的にに離婚を求める場合には 求める側あるいは相手方にですねその求められる理由がなければいけないという中で、はい、あくまでこの男性が今の奥様、はい、まご相談者さんとの間の関係を解消したいということになると、はい、こちらもお変な話ですけどずっと拒絶をして、はい、じゃあ慰謝料あるいはその解決金として500万払えばというような形でっ、はい、かけたとしてもこのご主人としては別れたければ払うということになりますんで。はい そういういい方法もあるのかなと思いますね、はいえー「不倫として多くの慰謝料は取れませんか?」というご質問があったので少しあのシビアですけれどもあの聞いてみましたですからそういう方法も、ま、あのラジオで何かあの言うのもどうかと思うんですけれども奥さんからこうなんかこうヒステリックになって「あなた」って言っていくより離婚って言われた時に理由はってなった時には。 そうですねでただ、やはり今後、まあ、ご主人はおそらく関係を否定してくることになりますので、はい、ライ n e もあの保存し転送する方法がいくつかありますから、はい、それであの証拠をたくさん持っておくというのは今後そのどういうその方向性にいたとしても有利になるのは間違いないので疑わしいものをまあ再度何か発見したような場合であれば 先ほど、あのお話もありました。録音したり、写真を撮ったりという形で。証拠をたくさん残しておくのは、必要なことかもしれませんね。そうですね。なんか仲のいいお友達に、あの、後をつけてもらって、写真を撮るなんて、いかがでしょうか<あ>。<laughs> それもありだと思います。あのプロという天体に頼むのも一つですし。はい、まあ、知り合の方、ご協力いただける方がいらっしゃれば、その方に頼むというのも一つですね。はい。さあの、うまくね。 元の鞘に収まったりすると一番いいのかもしれませんけれどもね、えー、この番組では皆さんからのお悩み募集しています手紙、SNS、メールなど葛飾 FM までお送りください秘密は守ります、えー、個人情報はしっかりと消去をしています離婚、借金、労働、相続のこと何でも相談 OK です3月分にご相談いただいたものは4月の放送でお答えしていきたいと思いますさあ お悩みを直接相談したい方ですが浅草橋駅すぐ近くに浅草橋法律事務所弁護士高田の事務所がありますお問い合わせは東京03-5829-6497 5829-6497 58ですで法律事務所としてはいつも無料相談会開催してますが4月はそうですねえっ、ー、と20日金曜日に亀有利用ホールで21日土曜日翌日ですねで、はい 葛飾新法人比率でええー、法律相談会開くいますので、えー、ぜひお越しいただければと思います。はい、葛飾に高田先生がやってまいります。こちらのお問い合わせフリーダイヤルです。零一二零五四五零二零零一二零五四五零二零です。高田弁護士、今朝もありがとうございました。ありがとうございました。